中川のり子です。今日から始まりましたこの番組では、ご紹介するお出かけ情報の目的地までの行き方をしっかりとご案内します。今日はここ JR 長浜駅からです。 JR 大津駅からは電車でおよそ55分、彦根駅からは20分など、各地からのアクセスはこのようになっています。それでは今日はここから琵琶湖上のパワースポット竹生島へくるっと旅します。まずは徒歩で長浜港に向かいたいと思います。その途中に見つけた線路脇にある歴史を感じる建物は長浜鉄道スクエア。今から130年前に建てられた旧長浜駅で現存する最古の駅舎です。中は鉄道博物館になっているんです。そして現在プラレールフェスティバルが開催中。みんな楽しそう。ほら、駅長さんにも変身できますよ。長浜といえばあれですね、長浜城。1575年、羽柴秀吉によって築かれた長浜城。天守閣へ上がってみると、あの氷炭型の島が竹生島ですね。こっちに向かってくる船がありますよ。私がこれから乗る船ですかね。すごいワクワクしてきました。長浜城をしっかり楽しみながら長浜港へ向かいます。長浜駅からとっても近い便利な港。ここで乗船券を買います。長浜港から竹生島へは1日5本、定期運行中。私たちは11時30分の船に乗り、竹生島へ向かって出発。琵琶湖の風を感じながら風景を楽しむのもよし。の中で竹生島の歴史を学ぶのもよし。機体を胸に長浜港から30分ほどで、あ、見えましたね、竹生島。近くで見れば見るほど氷炭ですね。氷炭型のパワースポット竹生島に降り立てば、弁財天を本尊とする宝厳寺や国宝唐門など見どころがたくさん。そんな魅力いっぱいの竹生島へ行くには、 JR 大津駅から長浜駅までおよそ55分、長浜駅から長浜港は徒歩10分、1日5本運行している長浜港から竹生島まではおよそ30分となります。また80分おきに出ている船で長浜に帰った後も市内観光が楽しめますよ。鉄道スクエアに展示されていたような蒸気機関車 SL 北琵琶湖号が米原木本間を走ります。2日間のみのチャンスですので、皆様お見逃しなく。